今日はみんなに大事なお知らせがある。天然パーマファミリー、この夏の大冒険を発表する。今年の夏休みは能登バンライフだ。イエイとか言わんかイエイとか今回能登バンライフだ。イエーイやったー。 NOTO 能登NOTO さあ、今年の夏休みはどういう計画かっていうと、いつも車でいろんなところを旅をしてきました。今年の夏休みはパースデーとコラボ企画決定しました。どういうことをするかっていうと、能登にある、田舎パックパッカーハウスね、バンライフステーションを拠点に2週間能登のバンライフステーションに滞在させてもらいます。なんでね、短いですけども移住です。今回も夏休み能登に移住をします。そして田舎バックパッカーハウスっていうのはあくまでバンライフステーションなんで、寝るところは車です。でもさすがにうちの英介で2週間も4人で寝泊まりするのはちょっとしんどい。厳しい。なのでなんとキャンピングカー借りちゃいました。天然パーマーの初めてのキャンピングカーはカステイのね、一番人気車種モビゴンっていう、ね、車をお借りしまして、2週間田舎バックパッカーハウスを拠点に海の近くに暮らすということを体験したいと思います。そしてその後は約1週間かけて、今までみたいにいろんなサーフスポットを旅しながら地元に帰るっていう、合計3週間の旅をします。長い。今まではだいたい長くて10日間の旅をやってきましたけども、ついに今回は3週間の旅をします。そして長期1か所にね滞在するっていう形の夏休みになりますので、ちょっとね今までと違う夏休みとして、我々新しい経験とか体験がねできるんじゃないかと思います。今回どうして能登を選んだかっていうと、海のすぐ近くに暮らすっていうのを体験してみたいと思って企画しました。はい、小鳥さんどうですか。小鳥さんは今どんな気持ちですか。釣りとかなんか普段できないことをやりたい。やりましょう、全部やりましょう。サップ買いました。そのためにサップで釣りやりましょう。はい、葵さんどんな気持ちですか。ワクワク、ドキドキ。いっぱい遊びましょう。海遊びしましょう。はい、母ちゃん。はい。この夏休みで、どれぐらい美人になれるんですか？美人？はい。夏美人になれるんですか、母ちゃんは。ちょっとそれは難しいかもしれないけど、うん、一生懸命頑張って、夏の能登ライフを発信します。発信をします。能登の生活をね。そして、父ちゃんは、一貫してずっと発信していることがあります。それは、夏休みは子どもたちのものだっていうキーワードのもとに、どんな夏休みでも諦めないで、我々ができる最大限の夏休みをねみんなと一緒に過ごしてみたいと思いましたので、今回こういう企画をしてみました。なのでこの夏休みの天然パーマの冒険を応援してください。どうぞよろしく。発声よろしく。お楽しみに。 Dude, that father is 天然permed